トヨタファイナンス株式会社は、トヨタファイナンシャルサービス株式会社の子会社で、自動車販売金融を中心に、各種金融事業を営む株式会社である。トヨタグループにおける金融サービスの中核であり、トヨタグループの有料な資金調達力を活かして、クレジットカード、ショッピングクレジット、自動車ローンリース、住宅ローン、法人向けファイナンスリースなどを提供している。 2019年10月25日、日本の企業として初めて利回りが0%の普通社債を発行することとなり注目を集めた。クレジットカードまた日本生命保険子会社の日清カードサービス株式会社におけるクレジットカード事業譲り受けのため2005年にトヨタファイナンスカードサービス株式会社を設立し TS キュービックカードとは別段で運営を 行っていたが、2010年3月に株式会社 JCB に吸収合併されている。電子マネーカード発行者となっている。トヨタ車両販売店及びレクサス車両販売店を加盟店としたオートローン商品であり、主に集金保証方式で提供している。加盟店での販売者であればトヨタ以外のメーカー車種においても利用可能であり、トヨタ自動車が 輸入販売権を有していた時代のデュオ店においても取り扱いがあった。レクサス店については、レクサスファイナンシャルサービスの枠組みで同様の商品を提供している。なお、トヨタ社の販売会社は独立資本のため、トヨタファイナンス以外の金融機関のオートローンも並行して取り扱っているケースが多い。トヨタクレジット一般的な均等分割払い型のオートローン。 月々のローンの支払いに任意保険の支払いを合わせたコンビニプランという商品もある。残価設定型クレジット1997年により導入された商品であり、カップ対象の車両価格等から一定額を据え置き、それを除いた金額を月々均等で弁済し、最終支払い動機に残価を支払うか、残価について再度カップ契約を組むことにより乗り換えるか、 残価を支払わないで車両を返却するかを選択できる。残価設定型商品共通の特徴として、顧客にとっては、通常の均等払いよりも月当たりの支払い額が少なく済むため比較的高額な車の購入がしやすくなるというメリットがある。一方で車両の返却や残価の自己資金での返済を前提としない場合は、均等分割払い型と比べて、 手数料率が高いため総支払額が高くつくというデメリットがある。1997年以前はスーパーバリュープラン、マックスバリュープランというリース契約しかなかったが、この商品はリースではなくワップである。なお導入以前はフォードセールスジャパン、ローバージャパンなどの輸入車ディーラーがすでに同種のクレジットを導入していた。2007年7月より、 新残価システムとして全国ディーラーへ展開している。また、2008年から2010年にかけて、トヨタ自動車がこの商品をトヨタ3年分ください。というキャッチコピーで広告展開し、新しい車の買い方として PR していた。スーパーバリューリース残価設定型クレジットの元となったオートリースであり、残存価格を除いた。 車両金額と契約期間中の取得税、重量税、自動車税と自動車賠償責任保険料などの、諸費用を合わせた金額を月々均等で支払い、最終支払い同期に、残価設定型クレジットと同じく残価を一括、またはクレジットを組んで買い取るか、再度リースかクレジットを組むことにより乗り換えるか、残価を払わずに車両を返却するかを選択できる。 残価設定型クレジットよりも残存価格が若干優遇されていたりリース料率がクレジットの利率より低利であるなどのメリットがある。e w a 2 0 0 3年10月からアベンシスの新車購入者を対象に取り扱いを開始した支払額可変型クレジットで従来できなかった契約途中での支払い回数変更などが e w a では可能になり 契約期間中5回まで無手数料で、住宅ローンのように繰り上げ返済も可能で、さらに、それらの申し出を、EWA のウェブサイト上で可能という、新型クレジットである。2004年2月より、トヨタ全社種での取扱いを開始した。トヨタホームローン2000年1月に販売数が、住宅メーカー大手各社と比べて伸び悩む、トヨタホームの支援策として、 安心宣言という業界発の特定の住宅メーカーでの購入者専用の住宅ローンとして事業に参入した。当時の銀行住宅ローンよりも若干定理な適用金利が特徴。当初はミリオン信用保証が審査と信用保証を行っており、適用金利は東海銀行に連動していた。2002年4月より独自の金利設定にした固定低金利型の 新安心宣言の取り扱いを開始し、その後、保証料と事務手数料、さらに繰り上げ返済手数料も無料にするなどサービスを拡充。これにより当時の銀行に比べ圧倒的な金利水準と競争力を実現し、他のハウスメーカーとの差別化に寄与、トヨタホームの販売促進に大きく貢献した。2004年には長長期デリバティブと、 投資会の住宅ローン再建の売却を組み合わせた独自の証券化手法により35年固定金利型2005年8月にはノンバンク発の借入期間40年の住宅ローンも取り扱いを開始2005年7月にはトヨタ自動車が資本提携経営再建支援をしたミサワホームホールディングスの反社へ住宅ローンを提供することで合意した 2006年6月1日により住宅金融支援機構と提携しフラット35による住宅ローンをフラット宣言の名称で開始した2005年8月30日に開始したトヨタ自動車のレクサス購入者を対象とした金融サービスの総称自動車金融のレクサスオーナーズリースレクサスオーナーズローン CPO 購入者対象の レクサス CPO ローン、レクサス CPO リース、クレジットカードとして、レクサスカードを提供する。ありがとうございます。